ホテルウィングインターナショナル旭川、お世話になります。9階だって。12階建ての9階。どんな感じかな、楽しみ。どーん、まあこんな感じですよね。私なんでここ選んだんだか忘れちゃった。はい、ハンガーが4本と荷物置き、スリッパがこの下にあります。全身鏡があって、はい、お部屋です。まあまあもう何にも言うことないぐらい普通のビジネスホテルって感じ。旭川駅がその名のごとく目の前で、横断歩道を渡ったらもう旭川です、駅です。テレビがあって、鏡とドライヤー、お、背鏡まだある。こちらの下にポットがあってお茶がついてます。コーヒーとかはないです。冷蔵庫、なんかシングルだけどダブルなの？わかんない。部屋着もね、一応ワッフル生地のやつがついてまーす。洗面所は？はい。あー、ユニットバスです。なんで私ここ選んだんだろう。まあいいか。匂いがなんか。うん、ここは DHC のシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、歯磨きとボディースポンジ、綿棒とか必要な方は、まあ、ちょっとご注意って感じですね。背後にフェイスタオルが2枚あります。以上です。こんばんは。本日のホテル、この JR 旭川駅のもう本当にど真ん前にあります。私冒頭でここなんでここに決めたんだか忘れちゃったとかなんか抜かしてたんですけども、あれです。実は朝食がものすごい豪華で、食いしん坊だけど食の細い私はあんまり朝食付きにそんなにこだわんないんですが、ちょっとそこに惹かれて予約してしまったことを思い出しました。ユニットバスとか散々ちょっとギャーギャー言ったし、今もまだなんか不思議な匂いはするんですが、さておき、あともう一つ、明日の朝9時の電車に乗るんですね。私的にはものすごく早くって、だって9時に電車に乗るんでしょ。いや早いよね。はい、なんですが今まで何度も夢見たものを叶える、ちょっとそんな旅になります。早く私寝ます。おやすみなさい。おはようございます。現在は朝の7時35分でございます。今日はね、朝早いんですよって夜も言ったかもしれないんですけども、私のこのホテルの目的思い出しました。朝食でございます。さあ何がすごいのか皆さんも一緒にご覧ください。どうぞ。かなり売りみたいだ。いろんなものフロントで借りれたみたい。例えば、LANケーブル、傘、そしてヘアアイロンまで皆さん借りれます。携帯電話の充電器も。あ、ここもあれだね。何も持たないで来ても大丈夫パターンなホテルですね。アメニティは時間を変えていったらドリップコーヒーなどもありました。はい、ということで、ここのホテルの大目玉、朝食バイキングでした。海鮮丼が自分で好きなように好きなだけ作れます。なので私はご飯を置かずにイクラを食べるということをしたくって、このホテルを選んだんでした。そうでした。食べ合わせなんぞ関係なく、食べたいものを食べたいだけ食べるみたいな朝ごはんをやってきたので、もう眠いです。はい。贅沢な時間でした。ホテルウィングインターナショナルから駅は本当に2、3分で着くので、もう早速ですが、あともう30分後?30分後の電車には乗らなきゃいけないので、
もうチェックアウトして駅にぼちぼち向かいたいと思います。レビュー見ていただきありがとうございました。ちょっとここのカバーのシワが気になるから伸ばして帰ろう。はい、ということで今日はもうデイ5でございます。まだまだ目白押しなので、この後のビデオもお楽しみになさっていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。今北海道横断中です。はい、ということで見ていただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。行ってきまーす。